ツンデル元悪役令嬢はド S 王子様から逃げ出したい、星さん。主人公は18禁乙女芸をたしなむのが趣味の OL。この OL が遊んでいた18禁の世界の巨乳悪役令嬢に異世界転生するというシナリオ。ここから、現状把握に努めると、どうやらその乙女芸ではメインヒロインはバッドエンドを迎えていたらしく、盗賊団に誘拐されて薄い本が熱くなっていた、そのせいでメインヒロインは王子の側室になってしまっており、バッドエンドを嫌がったメインヒロインは悪役令嬢に毒殺しようとした。毒を盛られた後に主人公の OL の人格が転移するという感じのシナリオだったという。断罪エンドもなければメインヒロインがビッチでかませ犬をするというのも一切ない。いわゆる悪役令嬢シナリオからかなり乖離している作品。さらにはこの漫画は、メス向けの自家発電する実用書として描かれているので、メインヒーローがベッドではド S ですとかそんな感じだし、メインヒーローにフォーカスを当てているのだが、主人公の悪役令嬢が巨乳だったり、色っぽいシーンのメスの作画の気合の入り方もとてもすごく、オスメス両方がたしなめる実用書になっている部分がすごすぎてあんこが震える。設定とかはさらっと流してほぼ塗れば、というか色っぽいシーンしかなく、ド S のオスに強調されるおぼこという感じのほぼエロ漫画であり、そうおすすめ。ためになった、面白かったと思ってくださったらチャンネル登録よろ。